はようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの歌い方講座の時間となります。今日はまたレッスン曲といたしまして、大滝ひかずさん、前3人ほどのグループで歌っていたと思うんですけど、ソロで歌っていらっしゃいます。最近ね、この人の新曲で、あの日の花吹雪、あの日の花吹雪でね、発売日が9月7日発売になっておりますんでね日本クラウンから発売されております。9月7日でまた今8月なんで来月の初め頃になると思いますけどね、この音を今日レッスンしていただきます。ちょっとキーが高いんで半落ちぐらいで、この人本人さんも結構ねこの綺麗な声を出す方なんですけれどもね、大滝ひかるさんは、言ったら67回転でありますけれども、歌詞の、1番の間、セリフが入ります。語り聞かせるような、2番の間も3番の間も、語り聞かせるようなセリフが入ります。まあ、ここの部分は別にメロディーは、いりませんけれども、ご自分で工夫されて、やってみるといいと思いますけれどもね、ちょっとしんびりした感じでございますけど、ちょっと教習感のあるイメージでちょっと歌ってみればいいかなという感じでございますね。まあ自分の幼い頃のこう母に対するこう思いっていうか、そういうのも入ってると思いますんでね。じゃあ、それでは半落ちでちょっと歌わせていただきます。16音符は結構ついておりますんで、音程のとこもちょっとね気をつけてみてくださればよろしいかと思います。じゃあ、あの日の花吹雪、歌います。3歳でした。我が子のように可愛がってくれた優しい人でした。でも何か事情があったのでしょうか、やがて離縁となりました。っていう感じなんですね。間々にセリフがありますんで、おのおのまた工夫して歌ってみてくださいね。比較的高い音がほとんどなんで一部低いとかありますけど、じゃあ喉を痛めない程度でやっていきたいと思います。じゃあ出だし、幼い頃にってね、幼い子がぼやん頃に別れたけれど、別れたけれど、別れたけれど、この幼い子のところはちょっと二人あります。頃にですね、幼い頃に別れたけれど、軽くさりげなくで、こう低いところが徐々にこう上がって膨らましてもらう。心の絆を教えてくれた、くれは8本だから、くれた全般は心の絆を、心の絆を教えてくれた、心の絆を教えて
私も食いますからね。心の絆を教えてくれくれた。じゃあ頭から入れましょう。この頭大事ですからね。出だし3、はい。幼い頃に別れたけれど心の絆を教えてくれた。次いきます。ぬくもり、ここもぬくもりですね。ぬくもりだけは忘れはしない。ぬくもりね、ぬくもり、ぬくもり、ぬくもり、ここが16分だけは忘れはしない、忘れはしない。一泊して、ここからまた母さんと呼びたい人はあなただけ。ここ高くなりますね。ちょっと私弱いですけど、母さんと呼びたい、母さんと、さんと呼びたい人は あなただけ。ね、こことかしっかりね、レープよく練習しましょう。じゃあ、そうですね、15分だからね。じゃあ頭から続けていきましょう。また後半がまたありますからね。3、はい。幼い頃に別れたけれど心の絆を教えてくれた。ぬくもりだけは忘れはしない、呼びたい人はあなただけ。こっからいきます。会いたくて、会いたくて、せめてもう一度会いたくて。ここは非常にはっきりめに、こうトーンが高いですから、お腹に力入れて、しっかり歌ってください。会いたく、会いたくて、会いたくてですね。会いたくて、次はちょっと会いたくて、会いたくて、ちょっと母音が惜しいの方が半音上がりますからね。会いたくて、会いたくて、会いたくて、ここからせめてで止まって、せめてもう一度会いたくて、せめて手で止まって、もう一度、もう一度会いたくて、たく会いたくて、会いたくて、もう一度会いたくて、会いたくて。言葉運びがちょっとないなとですね。せめてもう一度会いたくて、くて。音を下がります。次、まぶたに、まぶたに、思い、今も、今も、思いがあります。この行間感想がないですから、くっついてますから気をつけてね。まぶたに今も舞う、最後、あの日の花吹雪、あの日のところ一拍ちょっと開ける感じで、ちょっと強く伸ばす感じ。あの日の花、花吹雪、吹雪ね。じゃあ後半のとこ行きましょう。会いたくてから繰り返していきましょう。
Oh,
すぐ母を亡くしましたが、新しい母が来た時は3歳でした。我が子のように可愛がってくれた優しい人でした。でも何か事情があったのでしょうか。やがて離縁となりました。その目にいっぱい涙をためて、ごめんなさいと抱きしめられた。わんぱく盛りで心配かけた。ある時思い立って手を尽くして探しました。忘れられないぞ。その人は小さな町の片隅でひっそりと一人暮らしをしておりました。手に手を取り合い、